今回は市内でスポーツ教室などを行っている OKY 爽やかスポーツクラブをご紹介します。それではご覧ください。 OKY 爽やかスポーツクラブは平成22年3月に設立。現在はおよそ650人の会員で活動しています。市民がスポーツ活動や文化活動を行えるような環境を作り、健康で活力ある地域づくりを目指します。続いてはサッカーボールを使って子どもの体力づくりを行う教室、子ども体力向上教室をご紹介します。この教室は小学3年生までの子どもを対象に行っている教室で、毎週火曜日に市営サッカー場で練習を行っています。ここで子どもたちを指導しているのは大分トリニータアンダー15のコーチをしているリシャルドソン・マガリエンスさん。子どもたちからはリシャコーチと呼ばれています。それではこの教室の概要について教えてください。こちらの教室どういった教室ですか？そうですね、楽しく体を動かしながら、ボール触りながらというところで楽しく運動をしています。どういう子どもさんが通っていますか？明るくて元気いっぱいの子どもが、たくさんいます。子どもたちにどういうふうに成長していってほしいなどの思いはありますでしょうか？みんなでこう一緒に頑張っていくところだったり、協調性だったりとか、前向きな気持ちでチャレンジできる、いろんなことに挑戦できる心を、その運動を通じて一緒に子どもとやっていければ、そういう思いでやってます。この教室で行っている少し変わった練習メニューを紹介。それがこちら、だるまさころだ。そう、子どもたちが普段の遊びでもやっているだるまさんが転んだ。サッカーには体の動きを急に止める動作があり、だるまさんが転んだはその動きに似ているため練習に取り入れています。ここで子どもたちと一緒にサッカーボールを使ったゲームを行いました。みんなで輪を作り、ボールを輪の中で蹴りながら前に進み競争するゲーム。私は赤ボールのチームに入りました。いけいけいけ、よろしく蹴って、どうぞよろしく蹴って、子どもたちにお話を聞いてみましょう。今日サッカーしてみてどうでしたか？寒かったけど、サッカーボールを蹴るところが楽しかったです。この教室は何で通おうと思ったんですか？楽しいと思って。どういうところが楽しいですか？シート入れるの。サッカーをいっぱい蹴るところです。試合とドリブルすることです。コーチはいかがですか？どうですか？優しい。これから頑張りたいことありますか？ボールを守りたい。いっぱいゴールを決めて点を取りたいです。 OKY 爽やかスポーツクラブでは28年度会員大募集。今回私2つの教室にお邪魔させてもらったんですけれども、どちらの教室も本当に楽しかったですよ。初めての人でもすぐに馴染めるアットホームな雰囲気が良かったですよ。